キララファンタジア、僕たちがしっかりしないとね。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょ う。きちんと栄養は取ったかい？練習すれば不安も吹っ飛びますよ。消費スタミナ2分の1キャンペーンですね。朝のトレーニング順当な結果頑張ってるわ。どうですか？いい感じよ。では行ってまいります。ありがとう、助かった。ルーム。武器がなければ勝てない。すみません、それはここでも一緒、うん、ねえ、アマウさんの従業員にならない？なんてね。メインクエスト引っ張るのかな。イベントとかやらないのかな。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。ホワイトデー自体が1ヶ月ありましたからね。ありがとう、助かった。私イベントあるのないの、秋が来る感じありますが。第2部アミュレーション映像がゲーム内で公開開始、新 CM を開始、第2部主題歌の配信。好きな笑顔が。25節。
モード属性。皆様、そろそろ出発しますよ。出ましたね。残念、こっちでした。悪さは許しませんよ。どうかな、聞いたかな。悪さは許しませんよ。まだまだやれる。いいですね、いい感じ。さあ、今のうちに。彼も強く。大丈夫。狙っていきますからね、頑張るぞい。私が何とかしな。子供扱いして、舐めないでください。これ一体。とっておきの、やってみよう。行きます。構えを使い。私がやらなきゃ。お前は足が速いから。みんな、しっかりやろうね。やむを得ないね。派手にやっちゃいましょう。きっと勝てるって思ってました。私もついてっていいですか？緊張してきちゃった。負けないぜ。私だってやる気ですよ。きっと大丈夫。痛いです。私もやりますから。夜はこれからだ。今は我慢の時だね。行くぜ。アイディアが出てこない。ここは任せてください。皆様ご一緒に。参ります。キラキラの思い出よ。力を。皆様、見てくれたんですか。
何とかしないと。こうかな。守りもしっかりしなきゃ。全然動けない。頭数を減らす。うまくいくといいんだけど。守りもしっかりしなきゃ。負けないで。気づいたかい？僕からほとばしるオーラに。守りもしっかりしなきゃ。子供扱いして舐めないでください。いつでも準備いいよ。攻撃がすごい。あ、危ない。勝利のポーズで、こうかな。結構総力戦でいかないと苦しくなってくるよね。27節発火。消しなさないとな。先輩らしいところ見せないと。気づいたかい？僕からほとばしるオーラに。悪さは許しませんよ。これ一体。今は我慢の時だね。ここは任せてください。まだまだやれる。通常攻撃でもいけますね。これ一体になった。お願い、間に合って当たってください。どんな時も頑張る。こうかな。世界のために私だけのため。シャイン組流行りを打つ。ご一体になった。みんなと一緒ならできるよ。お願い、間に合って。こうかな。私たちの勝ちです。やりましたね。賢者発火。これは？ん？敵がタイプがわからない。フルメンバーで行って、かつ
そういうメンバーオールスターで行かねばな。でなるべく攻撃タイプですね。知能とかいいんじゃ、やっぱり知能とかいいんじゃないかな。ああ、いよいよハッカと対決か。ちょうどいそう。夢の世界か。お？あら、これボス戦かな？まあ中一回目の対決かもね。七賢者発行の超えさせぬ。もうやるしかないな。自身にリカバリーかな。健康を敵に愚かなり。今は何？外周一緒か。どうかな？聞いたかな？私に任せて。完全に排除する。さあ問題はこれ。あまりダメージ食らってない。スナ魔法なんだけどな。強すぎますコルク。10万弱の強攻撃でした。悲鳴をあげる。29節、あ、だいぶ後ですね。普通の世界だ。森か。
いつも通りやけどな。もむ。それが夢の中の世界。怖っ。確かに。そうなんか。消えてしまいました。終わらせない？バトルあるのか。なんともう一回。これは意外な展開。シノ、お、君に決めた。奮闘努力。まだ止めるのかハッカー。さあ強化版ですからね、この次のハッカーは倒すしかありません。守りは堅牢。どうだ、さっきより硬いな、やっぱりな。回復するのかこいつ。ん？手加減しませんよ。観念してください。秘めた力、解き放たん。音回復しやがんのか。ちなみにこれ回復する人いないよね。
秘めたる力、解き放たん。サポートする。ちょっと知能に変わってもらおう。負けませんよ。まったく、仕方のないココアさんです。コーヌ。えい！そう、コーヌ。平気です。秘めたる力、解き放たん。いや、強すぎるな、こいつ。そうね。本気の力、見せてやるです。いきます。何ターンで倒さないといけないのか。本当に無問題でしたね、アズニャに言って。攻撃力自体は大したことないですからね、さらに言えば。攻撃力弱い人間だったらやられてたかも。毎ターン回復は辛いですね。これ多分まだか。キャラだけ？おっと、引き込まれた。わあ、残念だ、RC部。いよいよ最終章かな、メインクエストは。 1章はまだ32節がある。これが最後じゃないかな。何かが起きている。え、ノーマルの車両はこれでコンプリート。どういうことだ。あ、そういうことか。7章はクリアか。エタリウムをゲットです。素材なんかもやるといいかもしれないですね。朝は鍵の手入れをして、あとは この2つだけなんですね。
はい、おそらく次回はこのメインクエストの8章をやっていくかと思います。いよいよ最終章かな。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。説明欄にもこのキラーファンタジアプレイリストを載せております。これまで遊んだ動画が載っていますので一度ご覧いただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。